はい、どうもこんにちは、チャラです。今回はですね、夏目新たの結婚という漫画の紹介をしたいと思います。なんでこの漫画の紹介をするかというと、最近初めてこの漫画を読んだんですけど、面白すぎてですね、今現在7巻まで出ているんですけど、もう一気に読んじゃいました。それぐらい面白いです。なんでね、この漫画の紹介を簡単にですけど今回したいと思います。夏目新の結婚ですが、現在小学館ビッグコミックスペリオールにて連載中の作品となります。作者は乃木坂太郎先生、過去には遺留、幽霊島、第三のギデオンなどを書いていました。とても有名な先生ですね。続いてこの漫画のあらすじですが、児童相談所に勤務する夏目新は、結婚に夢を見たことなど一度もない30代独身。そんな彼はある時、訪問先の子供から奇妙な依頼を受ける。それは自分の代わりにある死刑囚に会ってほしいというものだった。というあらすじでですね、夏目新の結婚という題名からはちょっと程遠いような内容のあらすじとなっております。続いて主人公とヒロインのキャラクターの紹介を簡単にしてみましょう。主人公、夏目新。児童相談所に勤務する、結婚に夢など抱いていない30代。昔は多少やんちゃだった。という感じですね。ヒロインは、品川真珠という名前の女性です。通称、品川ピエロと呼ばれる女性連続殺人鬼。21歳。現在は、東京拘置所に収監されている。という感じです。次にこの漫画の面白いポイントをいくつか紹介したいと思います。一つ目はですね、何を考えているかわからないヒロインということで、先ほどヒロインの紹介簡単にしたんですけど、品川真珠という名前の女性がこの漫画のヒロインとなります。で、連続殺人犯ということで、現在収監されているんですけど、このヒロインがね、いやー、今までこんなヒロインいたかってぐらいね、面白いんですよ。すんごいね、狂気に満ちた言動と、素直な反応、両方ありまして、そのギャップがすごく面白いキャラクターとなっております。で、品川ピエロというふうに呼ばれているんですけど、それなんでそんなふうに呼ばれているかというと、こんな感じで、ドン!はい。捕まった時がね、こんな感じのね、風貌で捕まっていまして、それはね、品川ピエロと呼ばれるますわ、と。いや、これ、この見た目すごいインパクトですよね。で、表紙と全然違うじゃんってね。表紙詐欺じゃんって思うんですけど。で、現在のね、姿が、こちら、ドン!はい。こんな感じですごくね、華奢で、可愛い女の子ということで。あれ?つって。さっきの品川ピエロと全然違うじゃんって思うと思うんですけど。いや、それがね、これ同一人物で。はい。当時太ってたんだけど、今は痩せているということで、はい、すごく可愛いヒロインとなっております。で、こちらのヒロインがですね、すんごい面白いんですけど、いろんな表情してくれるんですよ。で、可愛い表情ももちろん、いいんですけど、いや、こんなね、表情だったり、こんな表情だったりね、すごいね、豊かな表情してくれるんですね。いやー、歯並びがちょっと悪いんですけど、このヒロインね。いやー、それも相まってね、なんか表情も面白くて、なんか、なんだろうね、なんだこいつみたいな、すごい興味が惹かれるというか、こいつ何なのっていう、そのなんか知りたい欲求ってのが、この作品をどんどん読み進める上で、大事な要素というか、面白いポイントになっているかなと思います。続いて2つ目の面白いポイントとしては、主人公新たとヒロイン真珠のやりとりが面白いということですね。今作の主人公夏目新はですね、頭の回転が非常に速くて、頭がいいキャラクターなんですね。で、ヒロインのこの品川真珠も非常に頭がいいキャラクターで、こちらも頭の回転が速いと。で、この2人のね、やりとりがすごく面白い。腹の探り合いがすごく面白くてですね、どんどんなんか、やりとり見てるだけでね、この漫画すごく面白いと思います。ぜひ見てほしいですね。次にですね、画力が高い
ということですね。表情の描き方が非常に良くてですね、そのキャラクターが今どういうことを考えているか感じているか、まあ、セリフがなくてもね、表情を見れば伝わってくるぐらい表情の描き方がすごく上手で、いや見入っちゃいますね。なんか一枚絵としてもすごくそのキャラの心情が伝わってくるということで、いやなんかすごく画力が高いなと思いました。あとね、先の展開は読めない、いやこれはね、まあ、この漫画がどういう漫画か、何も知らずに読むと特にそうなるんですけど、いやこの作品の着地点どこなのみたいな、そこがね全然わかんなくて、予想できない、今予想できないというか予想しにくいですね。いやヒロインの言動がねなかなか読めないので、何考えてるかなかなかわかんないですし、まあ、その点も相まって先の展開が全然読めなくてすごく面白いですね。最後ですね、モブキャラたちも魅力があり読み応え抜群ということで、まあ今まで主人公とヒロインの紹介をいろいろしてきたんですけど、簡単に、いやモブキャラがね、まあ、モブキャラって言っていいかわかんないけど、まあこの主人公2人以外のキャラクターですね、まあ、結構いろんなキャラクターが出てくるんですよ。被害者の、息子だったりとか、検察官の方だったりとかね、裁判長だったり、いやいろんなキャラクターが本当に出てくるんですけど、まあ、そのどのキャラクターもねすごく魅力があってキャラ立ちしているというか、なんかその作品、まあ、この作品の主人公ヒロインは、まあ先ほど紹介したね新たと真珠っていう2人になるんですけど、このモブキャラだけでもね、いやなんか1作品作れんじゃねみたいな、まあ、1作品とは言い過ぎか、まあ、読み切りぐらいならね全然作れるぐらいの、まあ、キャラの作り込みがありまして、すごく魅力があると思います。いやそれも相まってね読み応え抜群なんですよ本当。いやなんかもうその主人公とヒロイン以外のキャラクターの動きが結構なんか作品の中に、作品のねあらすじの中に絡んできて、大事な要素として、でそれが伏線になっていたりもしていますので、まあ、その辺も注目して読むと面白いと思います。はい、ということで夏目新の結婚の紹介をしてみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、少しでもね面白いと感じたら、まあ、一巻だけでも試しに読んでほしいなと思う作品ですね。非常に面白いので、まあ、サスペンスが好きな方はぜひ読んでほしいと思います。まあ、ちょっとグロい描写とかねありますので、まあ、そういうのが苦手な方はちょっとやめといた方がいいかなとは思います。まあ、今後ですが夏目新の結婚のね、まあ、一巻ごとの注目すべきポイントだったり、まあ、考察ポイントだったりね、まあ、そういう紹介動画を投稿しようかなと思ってます。まあ、最新話の考察だったりもねしていこうと思いますので、まあ、よろしかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。